はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ヘイデイの動画ね、撮っていこうと思います。まあレベルアップ近くなってきたので撮ろうと思うっていう感じなんですが、前回の動画でね、街行けるようになるのとレベルアップどっちが早いかなって言ってたんですが、レベルアップの方が早かったですね。ってことで、まああと1000ぐらいなんですが、その前にね、ちょっとね、このお手伝いの人たちね、期間がね、終わっちゃいましたね。あれ消えた。あ、消えた。なるほど。ってことでね、ちょっとね、今まで結構ね、便利だなと思ってたんですが、まあダイヤがなければ頼めなくなってしまいましたね。なんかね、ブースターっていうので多分ね、トムみたいに手伝ってくれることもあると思うので、その時はね、また活用したいかなと思いますって感じかな。この人たちが収穫したはずのものっていうのが、どこにあるのかがまだわかんないんだけど、あれか、ここに残ってるのか一応。なるほどね。まあ、であればいいでしょう。じゃあね、ちょっとね、トラックこなせるものこなしつつね、今ね、コインがね、増えてるので、ガンガンね、トラックは回してるんですよね、いけるものは。なので、レベルアップもちょっと早まったかな、という感じですね。あとは、何話そうとしたっけ？あ、思い出した。あとね、一応ね、今コインがね、あ、コインじゃない。ダイヤがね、277個ってことで、もともとね、この動画投稿ね、ヘイデイをね、無課金でプレイして、ダイヤモンドをね、4000個貯めて、まあ、12000円貯金した気分になろうと、そんな感じで始めたので、275個を超えたっていうのは、一つの目標ラインとして、1220円分貯金した気分にね、今なってますと。いう感じかな。おっと、レベルアップ。おめでとう、レベル36の農場主になりました。チョコケーキ、キャセロール、カカオとカカオの木、ラズベリージャム、噴水が加わりましたね。あ、なるほど。今回は何か、ヘルパーとか、ブースターみたいな新要素は特になしと。いう感じで、育てられるものとかがね、増えただけのレベルアップでしたと、いうことですね。なるほど。お、次回ダイヤもらえる。珍しいね。そっか、次も、追加要素は特になく、育てられるものや、収穫できるもの、作れるもの、そしてダイヤが増えると、いう感じのようですね。なるほどね。ああ、そうか。動物の世話をやらなきゃいけなくなってるんだね。あとね、そう、思い出した。ダイヤだけじゃなくて、コインもね、結構溜まってきたと思うんですよ。で、コインに関して言うと、あ、カカオは植えとこうかな。話が飛んじゃったよ。まあじゃあカカオこっち端にちょっと植えときますか。この出入り口塞いじゃうけど、まあ9本ぐらい植えとこうか。植えすぎ。6本にしとこう。で、あとは装飾品だけか。うん。で、コインもね、結構溜まってきて、一応ね、保留にしてたものっていうのが結構あるんですよ、コインがなくて。まあ、ジュースメーカーとか、ジャム製造機。もうちょっとでね、ジャム製造機に手が届くけど、ジュースメーカーも作っといた方がよくねって感じで、コインの使い道っていうのはね、あるんですけど、ただ、今までの流れで言うとこれ、街に行った時にコインかかるんじゃないかなっていうのを、さすがにちょっとね、もう、レベル36ぐらいまでね、ヘイデイやってくると、なんとなくね、流れでね、街に行って、街で何か作ってねってなった時にコインかかる予感がするので、ちょっとね、一
回街に行くまではずっとコイン貯めとこうかなと今は思ってるんですよね。なのでジュースメーカーとかね、ジャム製造機とか作りたいは作りたいんですけど、ちょっと今回は様子見しようかなと思います。って感じかな。まあそうは言ってもね、あと半日したらね、またおぴったりまたね街に行く動画はね撮ろうと思うんですが、そうだね、まあそんなとこかな今回は。うん、ってことで、まあ次回レベルアップは 45,200 経験値が必要ですが、まあそれより前にね、10時間経つ方が早いので、次回の動画はねおそらくね街に行ってみようっていう感じの動画になると思います。でそこでまあコインかかるかもしれないので、コインの使用はちょっと今回は節約というかね控えておきますといったところですね。うん、はい、というわけでね、今回は、レベルアップしましたっていうね報告動画でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。終わります。